状況は？52分前に第一犯行現場のマンションで所有者を殺害、そのまま逃亡。さらに潜伏中の第二犯行現場、未登録の通路内で警官2名を殺害、すべての出入り口を封鎖、2分後に突入の予定。お、休暇のサイボーグ野郎だ。あんな疫病神に関わっていちゃ命がいくつあっても足りやしねえ。電源が介入したがってるようです。データリンクを要求してますが。公安の次は電系か。丁重にお引き取り願っとけ。
ガイノイドによる殺人は今週に入ってからすでに8件。いずれも所有者殺害後に自戒して電脳は初期化されています。当該機体であるロクスソルシャ製タイプ2052ハダリ、評価試験用の先行量産型で同社の契約モニターに無料で貸し出されていたようですが、現在その全ての機体を回収、当局に提出された最新の報告書によれば、機体およびソフトウェアにはいかなる欠陥も存在しない。聞いていたんだろうな。新型のガイノイドが原因不明の暴走を起こして所有者を襲い、メーカーが大慌てで回収した。あとはお定まりの遺族の告訴、製造責任をめぐる長い民事裁判、莫大な賠償金。なぜ旧家が動くのかを除いて理解したつもりですが。理解だと？理解なんてものは概ね願望に基づくものだ。現時点で旧家が介入した理由は2つ。まず遺族による告訴は一件も提出されていない。すべてのケースでロクスソルシャとの間に示談が成立している。2つ、被害者リストの中に政治家、公安関係の退職者各1名が含まれている。テロの可能性が存在する以上、これを旧家が扱うべき事件かどうかを判断するのも我々の仕事だ。被害者の線は石川と東。お前たちは問題のガイノイドを洗え。質問はなしだ、行け。言っとくけど、志願したわけじゃないんだぜ。そりゃ少佐に比べりゃ不足かもしれんが。そんなんじゃねえ。まだ失踪扱いなんだってな。もともとあいつの所有物は脳みそとゴーストだけだった。もっとも本人はその存在すら疑ってたから。擬態も電脳も政府の備品に過ぎないし、電脳内の機密情報を含めた記憶一切が政府の所有物だったんだ。上の連中が回収したいのはその記憶であって、あいつの生死それ自体は問題じゃない。で、どこから始める？ロクスソルシャは北の彼方、北端のメーカーだからな。まずは地道に所轄の鑑識から始めるさ。昨日このおっさんが潰した人形なんだが。うちの若いのが2人もやられてんだ。まさかお持ち帰りじゃあるまいな。その判断も含めて調査に来たのさ。鑑識は19階通路の突き当たりを右だ。案内が必要か？結構。ツアーに来たわけじゃない。柿も青いうちはカラスもツツキも申さず候。おいしくなると寄ってきやがる。お前もデカだった頃には突然やってきて山を横取りする連中に嫌味の一つも垂れた口なんじゃねえか。だから嫌なのさ、昔の自分を見てるようでね。自分の面が曲がっているに鏡を責めて何になる。鏡は悟りの具にあらず、迷いの具なりか。お互い鏡を覗き込むような面じゃねえがな。
何度来ても無駄よ。共同検査はしないと言ったでしょ。あまりしつこいと合流するわよ。ん？公安休暇のトムさ、こっちの怖そうな旦那はダブルオーバックでこの子を潰した人ね。せめて50口径のフォローポイントにしてくれれば復元も楽できたんだけど。3人殺した。うち2人は警官だ。撃たれる前に自殺しようとしていた。そうよね。自殺ってのは一体。ハラウェイ、ミス・ハラウェイ、ロボットが自殺ってのはどういうことです？ガイノイドたちは自ら故障することによって人間を攻撃する許可を作り出すの。ただしその論理的帰結として倫理コード第3項からも解放される。人間に危害を加えない条件下において自らの存在を維持せよ。正確には自戒と呼ぶべきだと思うけど。お望みなら人間と機械の区別を自明のものとしたいならね。その自殺は特定のモデルに固有の現象？そうとばかりも言えないわね。ここ数年でロボット関連のトラブルは急増の傾向を示しているの。愛玩用が特にひどいわ。原因は？さあ、ウイルスや微生物による電脳汚染、製造工程での人為的ミス、部品の経年劣化による機能不全、いくらでもあるけど。けど私に言わせれば人間がロボットを捨てるからよ。いらなくなってね。モデルチェンジで新製品を次々に購入、廃棄された一部が不老化し、メンテナンスも受けぬままに変質していく。ロボットたちは使い捨てをやめてほしいだけなのよ。まさか。人間とロボットは違う。でもその種の進行は白が黒でないという意味において、人間が機械ではないというレベルの認識に過ぎない。工業ロボットはともかく、少なくとも愛玩用のアンドロイドやガイノイドは功利主義や実用主義とは無縁な存在だわ。なぜ彼らは人の形、それも人体の理想形を模して作られる必要があった。人間はなぜこうまでして自分の似姿を作りたがるのかしらね。あなた子供は？娘が一人。子供は常に人間という規範から外れてきた。つまり確立した自我を持ち、自らの意思に従って行動するものを人間と呼ぶならばね。では人間の前段階としてカオスの中に生きる子供とは何者なのか。明らかに中身は人間とは異なるが、人間の形はしている。女の子が子育てごっこに使う人形は実際の赤ん坊の代理や練習台ではない。女の子は決して育児の練習をしているのではなく、むしろ人形遊びと実際の育児が似たようなものなのかもしれない。一体何の話をしてるんです？つまり子育ては人造人間を作るという古来の夢を一番手っ取り早く実現する方法だった。そういうことにならないかと言ってるのよ。子供は人形じゃない。人間と機械、生物界と無生物界を区別しなかったデカルトは、5歳の年に死んだマナ娘にそっくりの人形をフランシーヌと名付けて溺愛した。そんな話もあったな。そろそろ現実的な話をしませんか。そのロボット、ロクスソルシャ製タイプ2052ハダリに関する所見を聞きたいんですがね。そうね、よくできてるわ。このボディは先行量産型だそうだけど、特殊仕様になってるよね。特殊仕様？メイドタイプには不要の機関が装備されてる。というと？
セクサロイドよ。世間に自慢できる趣味じゃないけど、違法ではないわ。なるほど。遺族が告訴を取り下げたわけだ。電脳は機能停止と同時に初期化。これはメーカーが制御ソフトの技術情報を守るための通常の処置ね。ただ…ただ、なんです？音声バッファにファイルが残ってたわ。再生します。ぶしつけな質問で大変恐縮なんですが。私は子供を産んだことも育てたこともない。ちなみに卵子バンクにも登録していない。どうもありがとう、ミス。ハラウェイ、ミスもミセスもいらないわ。なんか技術やらしくないな、あのおばさん。備考欄に感想を書くタイプさ。俺もよく書いた。それで出世が遅れたんだ。とりあえずあのガイノイドの電脳は旧家のラボで確保だな。あのおばさんとの縁も終わりか。お付き合いしたいタイプか。実は年上が好みなんだ。次はルーチン通りにやるさ。出荷検査官か。907、了解。なんとまあ間のいいこった。春の日やあの世この世と馬車を借りだ。なんだ、お前だけか。古賀は夕食に食った綱さんだと再会した後でオロクと一緒に戻った。だらしのねえ野郎だ。22分前の状況だ。新人にこれを拾わせたのか。何事も教育さ。状況を確認するぞ。被害者の電脳照合、ロクス・ソルシャ、出荷検査部長ジャック・ボーカーソン、54歳。5日前に休暇届を提出したまま失踪。このボートハウスは3日前に1週間の予定でレンタル契約。凶器は備え付けの台所用意。周辺の車両探査、犯罪車両の駐車記録があり。暴力団関係、照合中。被害者のものと思われる上着から各種カード7枚、使用状況紹介中。よっと、38口径 SW。モデル2602。使う暇がなかったらしいな。そんなんじゃ使っても無駄だったかもな。違法に高出力のサイボーグ、変質者を装ったプロかも。969より906、現場到着まで20秒。おい、いじってねえよ。あとは鑑識に任せよう。907より09、現場を969に引き継ぐ。今日は娘の誕生日なんだ。招待持ちか。送るぜ。逆方向だ、石川。俺も逆だぜ。娘の誕生日は優先事項だとよ。楽しそうじゃねえか。じきじきのお出ました、珍しいな。おろくのパーツが足りねえから手張ってきたんだ。邪魔しねえからゆっくり探しな。なぜ所轄に任せねえんだ。親父のやつが入れ込んでんのさ。
ありました。冷蔵庫の瓶の中に仕分けされてます。心臓、肝臓、腎臓、それに膵臓も。律儀な野郎だ。犬丸食品のフレッシュタイプだ。ドライにすりゃ半年は持つぜ。あんなもん食うもんじゃねえ。組んでるんだってな、トムサテ。研修所上がりのルーキーと組まされるよりはマシだと思うぜ。デカ上がりに飛車使える。奴に不満があるわけじゃねえ。ま、お前と組んで遜色なかったのは少佐だけだったからな。ね、石川、お前最近口数が増えたぞ。バト、なんだ。悪いことは言わねえ。ドライにしろ。栄養のバランスから考えてもそれが賢い選択だ。
死因は衝撃による頸椎の切断。台所用品は殺人の凶器でなく遺体の損壊に使用したものと判明した。つまり殺しの後でゆっくりバラしたってこと？そういうことになるな。冷蔵庫に保管されていた内臓は被害者のものと確認。胃炎および肝硬変の前期症状あり、アルコール依存症だったらしい。ご丁寧に不分けしたわけは。実行者の精神異常、変態趣味の偽装、制裁もしくは報復の意思の強調。その場合は愉快犯を装ったプロの犯行の線は消えるな。変形したドアノブの方は。解析の結果、義肢のタイプは中国製モデル NR26 と判明。カニバサミだ。軍用だろあれ。闇で流れてますよ。機能不全が多いけど。ちなみにオロクのちぎれた首との照合も一致した。例の犯歴のある車両の所有者どうなった？違法改造を重ねたらしくて洗い出すのが大変。結論だけ報告しろ。隣接する駐車場の記録から追跡調査した結果、当該車両は指定暴力団工人会の所有者。対談処理及びシャシーと後部ダンパーの補強済み。過去に数回傷害事件の現場で目撃されています。サイボーグ御用達だ。違法で高出力な用心棒のな。ヤクザの輸出会社か。問題は動機だ。工人会ってのは日系暴力団の老舗。麻薬売春、賭博、人身売買、地上げ、その他何でもありのヤクザ。組長の井上が3日前に例のハダリに首もぎ取られて、今台貸しの若林って野郎が仕切ってる。決まりじゃない。先代の報復は襲名の絶対条件だもんな。一つだけ問題がある。被害者が報復を予測していたのなら、わざわざ個人会の所在地に潜伏していた理由は何だ？電脳のデータは消えちまってるし、外車の身辺を洗うしかないか。いずれにせよ所轄の仕事だな。こりゃロボットの暴走を偽装したテロの線は現時点で被害者たちを結びつける政治的要件はなし。その線は薄いっすね。この件を含めタイプハダリの暴走事故については、馬頭とトンクサの専従捜査に切り替える。他の者は通常のシフトに戻れ。解散。トンクサ、出る前に顔を出せ。どうだ？とりあえず工人会とロックスソルスのつながりを洗うしか。馬頭の話だ。心理的傾向を相互にチェックするのは通常の対応だと言われても、俺はサイボーグでも電脳医師でもありませんからね。シーザーを理解するためにシーザーである必要はない。お前は家族持ちだったな。今の自分を幸福だと感じるか？ええ、まあ人は概ね自分で思うほどには幸福でも不幸でもない。肝心なのは望んだり生きたりすることに飽きないことだそうだ。何の話です？最近のあいつを見ていると失踪する前の少佐を思い出す。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく、林の中の象のように。部長、俺を選んだ理由は何です？お前を所轄から抜いたのが少佐だったからだ。何の話だった？シーザーを理解するためにシーザーである必要はないそうだ。そいつはもっともだ。世界は偉人たちの水準で生きるわけにはいかねえからな。戦争でも始めるつもりか？ヤクザの事務所へ行くのにヤクザになる必要はねえが、武器は必要だろう。まあ出かける前に確認したいんだが。何を？話を聞くだけだよな。お前ヤクザ嫌いか？大嫌いだ。俺もだ。話を聞く、それだけだな。言っただろう、ヤクザの事務所へ行くのに。ヤクザになる必要はない。だが武器が必要だとも言った。俺は家族持ちなんだ。俺一人でもいいんだぜ。一緒に行くさ。パートナーだからな。だから約束してくれ。話を聞くだけ、可能な限り発砲は避ける。これでいいか？結構だ。それじゃ行こうか相棒。
なんだてめえら。若林って野郎に話がある。呼んでこい。発砲は避けるって。だから避けたさ。可能な限りな。行けよポイントマン、新手が来るぜ。電脳を恨みな。どうした？狭くて暗い階段。どう攻める？自社で行こう。俺が先発する。俺が行く。あんたが先じゃでかくてバックアップできない。てめえの贈り物は頭の上で爆破した。仮に最大航海機で爆発したとしてもだ、防護服着たサイボーグをたった2個でやれるわけねえだろ。なめてんのか。出火検査部長の殺しだけじゃねえ、ロックスソルスとのつながりも吐いてもらう。相手してやるぜ。検査部長の所在を教えるからって、それで手打ちを。俺は3年ぶりにシャバン出てきたばかりなんだよ。先代があの会社と何をしてたかなんて知らねえよ。生きてるか相棒。女房と娘の顔が頭の中いっぱいに広がっちまって。そいつは女房でも娘でもねえ、死神ってやつだ。わしは捜査しろと命じたんだ。手続きを省略して法を執行しろと言ったつもりもなければ、ましてヤクザの事務所に殴り込みに行けと命じた覚えもない。ここはジャングルではないし、お前たちも特殊部隊の殺し屋ではない。まだ怒ってんのか。怒っちゃいないさ。ただ命を救ってもらっといて言うのもなんだが、あんたと組んでると命がいくつあっても足りやしないってことは確かだ。二人だけの専従捜査なんだ。
ぬるいことやってても拉致が分かる。ロクセソルスに後ろ暗いところがあるなら必ず食らいついてくる。それでわざと派手に。親父が本気で怒ってるなら俺もお前も今頃は職務停止だ。その先で止めてくれ。じゃあな。その右腕、勝手に再設定したりするなよ。制御ソフトのバージョンアップが射撃管制ソフトと競合して機能不全を引き起こした例もある。その時は初期化してもらうさ。なあ、俺のオリジナルの残りはどこだったかな。やめとけよ。その腕の有機素材だってあんたの DNA と適合させてあるんだ。使い込めば俺のオリジナルになるか。いて、ちょっと待て、こら。こいつがお前に抱かれてきたってことは、お前のアイノスに押し込んだのさ。帰らぬ主人を待って腹ペコクソまみれで泣いてる姿を想像すると胸が痛くなるんだな。こう見えても犬には優しいんだ。一晩預かったのは俺だけどな。娘は大喜び、女房は絨毯汚されてカンカン。いつから監視してたんだ。いいじゃねえか、そんなこと。よかないさ、人をスクリーンに使いやがって。気がつかなかったお前が未熟なのさ。恨むなら親父を恨みな。それクローン？オリジナルは高いんだろ。もともとこの犬種は後輩に人工授精を使った最初の犬なんだそうだ。電脳に侵入されるなんざお前らしくもない。生活習慣を固定するから罠を仕掛けられる。だからドライにしろと言ったんだ。
こいつの好物でな。この辺じゃあの店でしか手に入らねえんだ。踊らされて大立ち回りを演じ、自分の腕に5発も叩き込んだ挙句に、危うく店の親父を射殺するところだったんだぜ。ボケてたとはいえ、この男にハッキングできるやつなんだ、そうザラにはいねえ。少佐を別にする。真っ先に自分の頭を吹き飛ばさなかった理由は、目的がお前さんの抹殺でなくスキャンダルだからさ。暴力団の事務所に殴り込んで十数名を天国と病院へ送り込んだ。その日付も変わらねえうちに、今度は食料品店で銃を乱射でくれや、頭がいかれたか電脳が狂ったと思われても仕方ねえ。おい待てよ、襲撃をかけられたのは今回の事件が単純な事故でない証拠だ。ここで引いたんじゃ、休暇の存在意義を問われる。あいつがいればそう言ったに違いねえ。親父からの伝言だ。捜査は続行。ただしこれ以降は物証が上がらない限り、公式の組織的支援はなしだ。ロクスソルス社に直接当たるしかねえな。迅速に勝る機密保持はない。すぐに北端へ飛べ。だと北端に二人じゃ不足か。いや、しかしこの犬は、そもそもこの家業の、それも一人もんが犬と暮らしていることが論外なんだ。それもよりにもよってこんな手間のかかる犬なんか飼いやがって。てめえらで何とかしな。最大の情報集約型都市として建設され、栄華を極めたエトロフ経済特区、その慣れの果てがこの巨大な外場の群れだ。国家主権が曖昧なところにつけ込まれて、今じゃ多国籍企業やそのおこぼれに預かる犯罪組織の巣窟、国連のネットポリスや ASEAN の連携も手が出せない無法地帯になっちまった。個体が作り上げたものもまたその個体同様に遺伝子の表現系だってことは思い出すな。それってビーバーのダムやクモの巣の話だろ。サンゴ中の作り出すサンゴ礁と言ってほしいな。まあそれほど美しかねえが、生命の本質が遺伝子を介して伝播する情報だとするなら、社会や文化もまた膨大な記憶システムに他ならないし、都市は巨大な外部記憶装置ってわけだ。その思念の数はいかに大きかな。我これを数えんとそれでもその数は砂よりも多し。旧約聖書詩編の139節か。とっさにそんな言葉を検索するようじゃ、お前の外部記憶装置の表現形もちっと変更してるな。あんたに言われたかねえな。お話し中だ。まもなくロクソルスの本社の上空だ。わざわざ迂回してやるんだからしっかり拝んどいな。花のごとく群がり落ち、狂乱した混沌は吠えたけり。今度はミルトンか。だが俺たちはサタンじゃねえぜ。
なったな。俺を呼び捨てにする貫禄をどこで拾った？あんたに受けた恩義は忘れちゃいねえ。忘れねばこそ思い出さず候か。管理してくれ、バト。さん。さん付けで呼ばれるような貫禄不足でもねえ。許してください。拝みます。頼みます。一生に行きます。キムって野郎知ってるな。そんな野郎知らねえ。いや、そんな名前の野郎はこの町にはいくらでも落ちてるぜ。俺が探してるキムは一人しかいねえよ。この商売にも真偽ってやつがあるんで。真偽に二種あり、秘密を守ると正直を守るとなり、両立すべきことにあらず、てめえの真偽はどっちだ？秘密なきは誠なしとも言うぜ。もう一度聞く。キムって野郎を知ってるな？そんな野郎は知らねえ。いや、そんな名前の野郎は。生死の去来するは法刀の傀儡たり、一線耐えるとき楽楽来来。で、元は軍の長距離スカウトだった。人の上に立つを得ず、人の下につくを得ず、路辺に倒れるに適すってやつで、特殊部隊やら電子戦部隊やらを転々とする間に、武器密売その他で経歴はドロドロ。結局はお定まりのハッカーに落ち着いた。すごい素性ってやつだな。ロバが旅に出たところで馬になって帰ってくるわけじゃねえ。器なりに身を持ち崩したバカな野郎さ。行くか。
バト、最上階の書斎だ。来るのが遅かったな。大方どこかに潜り込もうとして構成防壁に脳を焼かれたんだろう。どっちにせよこの程度じゃ役に立たなかったかもな。遺言により成果増加包丁のご贈与は固くお断り申し上げ候だと。おい、いぬるに死せずってな。死体のように寝ちゃならねえと孔子様もおっしゃってる。てめえのくだらねえ冗談に付き合うほど暇じゃねえ。久しぶりだな。根室の上陸工作船以来か。仕事で来たんだ。ロックスソルツか。ロボットメーカーとしては後発だが、高級ガイノイドの開発と生産をもっぱらにしてから急速に事業を拡大。政治家や高級官僚、果ては犯罪組織との癒着もささやかれてる。当局の立ち入りを警戒して、その製造ラインは沖合に停泊した多国船籍のプラント船に置かれてるがな。あそこの人形はなかなかよくできてる。人殺しをやらかした挙句に自殺するくらいか。それが事実なら無粋な話だ。人形に魂を吹き込んで人間を模造しようなんて奴の気が知れんよ。真に美しい人形があるとすれば、それは魂を持たない生身のことだ。崩壊の寸前に踏みとどまってつま先立ちを続ける死体。電脳化した廃人になり下がる。それが理由か。人間はその姿や動きの優美さに、いや存在においても人形にかなわない。人間の認識能力の不完全さはその現実の不完全さをもたらし、そしてその種の完全さは意識を持たないか無限の意識を備えるか、つまり人形あるいは神においてしか実現しない。そろそろ仕事の話しないか。いや、人形や神に匹敵する存在がもう一つだけ。動物か。シェリーのひばりは我々のように自己意識の強い生物が決して感じることのできない深い無意識の喜びに満ちている。認識の木の実を貪った者の末裔にとっては神になるより困難な話だ。致し方なく人形に入って死んだふりをする。それが理由か。未だ生を知らず伊豆君ぞ死を知らんやと孔子様も言ってるぞ。死を理解する人間は稀だ。ホークは覚悟でなく愚鈍となれてこれに耐える。つまり人は死なざるを得ないから死ぬわけだ。生身の人形は死を所与のものとしてこれを生きる。キムが完全な擬態化を選んだ。それが理由だった。で、その後は特殊部隊やら電子戦部隊やらを転々。その間に武器密売その他で経歴はドロドロ。結局はお決まりのハッカーに落ち着いた。すごい素性ってやつだな。老婆が旅に出たところで馬になって帰ってくるわけじゃ。どうした？行こうぜ。
バト。本日をもってめでたく死去いたし候、この段広告つかまつり候なり。おい、気分だろう。よくわかるよ。外見上は生きているように見えるものが本当に生きているのかどうかという疑惑、その逆に生命のない事物がひょっとして生きているのではないかという疑惑、人形の不気味さがどこから来るのかといえば、それは人形が人間のひな形であり、つまり人間自身に他ならないからだ。人間が簡単な仕掛けと物質に還元されてしまうのではないかという恐怖、つまり人間という現象は本来虚無に属しているのではないかという恐怖。いい加減仕事の話しようぜ。生命という現象を解き明かそうとした科学もこの恐怖の情勢に一役買うことになった。自然が計算可能だという信念は人間もまた単純な機械部品に還元されるという結論を導き出す。人体は自らゼンマイを巻く機械であり、永久運動の生きた見本である。18世紀の人間機械論は電脳化と擬態化の技術によって再び蘇った。コンピューターによって記憶の外部化を可能にした時から人間は生物としての機能の上限を押し広げるために積極的に自らを機械化し続けた。それはダーウィン流の自然淘汰を乗り越え、自らの力で進化論的闘争を勝ち抜こうとする意志の表れであり、それ自身を生み出した自然を超えようとする意志でもある。完全なハードウェアを装備した生命という幻想こそがこの悪夢の源泉なのさ。神は永遠に幾何学する。行くぞ。気分はどうだ？俺は一体疑似体験の迷路だ。電脳にハッキングされたのさ。幸運が三度姿を現すように不運もまた三度兆候を示す。見たくないから見ない、気がついても言わない、言っても聞かない、そして破局を迎える。だが俺たちの世界じゃ三度どころか最初の兆候を見逃せば終わりだ。てめえの冗談に付き合う暇はねえと言ったはずだ。いつ気がついた？
騙してやろうと待ち構えている奴ほど騙しやすいもんだ。お前は電子戦の専門家だったかもしれねえが、あいにく俺も諜報戦のプロなんだ。それにな、俺には守護天使がついてる。そのバカでかい外部記憶装置のセーブデータからホールの記憶を検索してみな。ヤコブ・グリムによれば、人造人間のゴーレムは額に書かれたエメス、つまり真理の文字によってエネルギーを得ていたが、最初の文字 AE を消されメス、すなわち死を示されて土へ帰った。この館に真実はないってご選択だ。俺の組んだ防壁を突破して侵入しただと。バカな、そんな真似ができるやつが。だから言ったろう、守護天使だって。ゲームオーバーだキム、いろいろと吐いてもらうぞ。そいつはただの人形だ。往生際が悪くなったなキム、俺にそんな目くらましが効くか。バト、これがまだ疑似信号の作り出す現実の続きでないと言い切る自信がお前にあるのか。ささやくのさ、俺のゴーストが。人間もまた生命という夢を織りなす素材に過ぎない。夢も近くも、いやゴーストさえも均一なマトリックスに生じた裂け目や歪みなのだとしたら、俺もお前と同じくだらねえ人間だが、俺とお前じゃ履いてる靴が違う。ゴーストが信じられねえような野郎には狂気だの精神分裂だのって結構なもんもありゃしねえ。お前の残り少ない肉体は破滅することもなく、分相応な死ってやつが迎えに来るまで物理的に機能するだろうよ。本当に物理現実に帰ってるんだろうな。思い出をその記憶と分かつものは何もない。そしてそれがどちらであれ、それが理解されるのは常に後になってからのことでしかない。主時間はセーブ不能だから辛いな。電脳化して外部と記憶を共有化した以上、必ずついて回るツケだ。うちで待ってる女房や娘が本当にいるかどうか、いやそもそも自分は未だに一人もんで、どっかの部屋で家族の夢を見ているんじゃないか。それを確かめてみたくはならないか。気づいてたんだったらなぜ。奴の目的を確かめる必要があったんでな。俺が依頼に来ると踏んで罠を仕掛け、疑似体験を注入して追い払う。そんなとこだろう。俺を踊らせて右腕を吹っ飛ばした時に電脳内に枝をつけたのかもしれん。石川の言う通り、そんな真似ができる奴がその辺に落ちてるわけがない。ロックスソルスだって同じこと考えるさ。それじゃあ初めから予想して、罠に落ちたと見せて懐に飛び込むつもりだったが、君の野郎さすがにいい腕してやがる。サインがなけりゃ逃げ損なうとこだった。あんたが言ってた守護天使ってのは。あいつは言っちまったのさ。均一なるマトリックスの裂け目の向こう、広大なネットのどこか、その全ての領域に融合して、自分が生きた証を求めたいなら、その道はゴーストの数だけあんのさ。お前にだって娘がいるじゃねえか。ジャングルにいた頃にはあのキムにだって分かってたはずなのにな。俺にも一つだけ分かったことがあるぜ。何が。俺にあんたのパートナーは務まらないってことさ。やけに弱気になったもんだな。あんたの言い草じゃないが、俺は生きて娘のところに帰りたいんでね。とは言っても給料分は働いてもらうぜ。まだやるのか。奴の電脳にあるデータでロクスソルスの犯罪性は立証できるのは、俺たちに対する捜査妨害と電脳倫理違反だけ。しかも俺たちの捜査は非公式と来てる。ガイノイドが引き起こした連続殺人事件の刑事責任を問うためには物証ってやつが必要だろう。と言ってもキムの線は切れちまったし。切れちゃいねえよ。ゴーストパックした奴の電脳は今もロクスソルスに繋がってる。連中がなりふり構わず全てを始末しちまう前に型をつけなきゃならねえ。昔の人はいいこと言ったぜ。
利比なき時は功ならし攻めてかなりってな。談判破裂して暴力の出る幕だ。おい、ヤクザの事務所に押しかけるのとは訳が違うんだぜ。お前の待て場に期待しちゃいねえよ。鳥は高く天井に隠れ、魚は深く水中に潜む。接触した。了解。その体でよく潜る気になったもんだ。この辺は深くて沈んだら俺たちでも回収不能だぜ。昔ダイビングを趣味にしてたサイボーグの知り合いがいたんだから。で、そいつの気が知れねえ。リンの野郎の紹介だから付き合うが、あの船に行って生きて帰ったやつは一人もいねえって話だ。あんたの気も知れねえ。まったくだ。行ってくれ。しっかり捕まってな。センサーのピケットラインに接触。2秒間だけ回線に疑似信号を流す。了解。こいつ警備主任の電脳に直結してやがる。同調開始。船内のデータを転送してくれ。労働終了。しっかり俺の目に乗ってるか。もちろん。大先輩の突入だからな。録画開始した。可愛くねえ野郎だ、てめえは。危険だ。もう焼かれるぞ。まだだ。もう少しやれる。
バカ野郎、無茶するんじゃねえ。正確には衛星経由で私の一部がロードされてるだけよ。このガイノイドの電脳は容量が不足ね。戦闘用の擬態制御システムだけでいっぱい。表情と声はこの程度で勘弁して。この回廊の先50メートルほど行ったところに緊急端末があるはずよ。そこから接続して一気にシステムを制圧するわ。変わってないわね。行けよポイントマン、後ろは俺が固める。昔のようにな。何人か鏡を取りて魔ならざるもの、魔を照らすにあらず、作るなり。おい、考えにふけってる場合じゃねえぞ。残弾が少ねえんだ。すなわち鏡は別件すべきものなり、熟知すべきものにあらず。
中なのか。この船の制御システムを抑えるまでの間よ、床の補助端末につないで。制圧するまでこの擬態の物理的機能は停止。頼りはバトンの30口径だけ。射撃は自前の脳みそでなんとかなるが、予備弾倉はあと一つだけだ。あれを相手に白兵になったら保証できねえぞ。始めるわ。制圧したわ。すべての外部接続を閉鎖。この船は完全なスタンドアローンよ。動き出した。本船は主権不在の北端から四方の及ぶ近隣の某国へ向けて南下中。この船自体がロクスソルスの犯罪を立証する証拠品というわけ。追っ手がかかるぜ。その前に護衛艦がエスコートに現れる。すでに通報済み。それより人形に魂を吹き込んだロクスソルスの魔法の正体を拝みに行かない。もう知ってるんじゃないのか。バトーにも見当はついてる。そうね。ノイズが全然ない。電波を完全に遮断してるのか。ゴーストダビング、動物実験で劣化した大量複写はできるけど、オリジナルの脳が破壊されることが判明して禁止された技術よ。工人会のルートで密輸入した子供たちを洗脳し、ガイノイドの機体にそのゴーストをダビングする。ロクスソルスのガイノイドが評判だった秘密がこれか。
くれたのね。ポーカーソンさんが言ってた。きっと警察の人が来てくれるって、助けてくれるって。私は第4段階だけど、一緒に来たソアナは第5段階に進んで、何も聞こえないし何も答えなくなっちゃったの。殺された検査部長はこの子供たちのために倫理コードのプログラムに細工し、それが発覚して組長殺しの手打ちに差し出された。そんなところよ。ロボットが事故を起こせばきっと誰かが気がついてくれるって、誰かが助けに来てくれるって。犠牲者が出ることは考えなかったのか。人間のことじゃねえ。魂を吹き込まれた人形がどうなるかは考えなかったのか。鳥の血に悲しめど魚の血に悲しまず、声ある者は幸いなり。人形たちにも声があれば人間になりたくなかったと叫んだでしょうね。一つ聞かせてくれ。今の自分を幸福だと感じるか。懐かしい価値観ね。少なくとも今の私に葛藤は存在しないわ。孤独に歩め、悪をなさず、求めるところは少なく。林の中の象のように。バト、忘れないで。あなたがネットにアクセスするとき、私は必ずあなたのそばにいる。行くわ。あの船に現れたんだろ、あんたの守護天使。まただんまりか。俺が報告書に書くと思ってる。妙丸八二丸に迎えに来る。こいつを預かってもらった礼もしなければな。よかったら寄ってかないか。よその家族と団らんする趣味はねえよ。パパ、ねえ、お土産はお土産は忘れてないよ。わーい。Follow me to a land across the shining sea, waiting beyond the world that we have known, beyond the world that dream could be, and the joy we have tasted. Follow me along the road that only love can see, rising above the funniest of the night, into the light beyond the tears. And all the years we have wasted, follow me to
crystal and this mountain high, where all the music that we always kept inside will fill the sky, singing in the silence. A heart is free while the world goes on turning and turning, turning and falling. Turning and falling.